本日は、ケープコットクーラーというカクテルを作りたいと思います。こちらのカクテルなんですが、以前ですね、ケープコッターというロングカクテルを作ったんですが、そちらの、ライムジュースを抜いて、シロップを足したバージョンですね。ライムジュースを抜いてシロップを足してっていう感じなので、ライムの酸味がケープコッターと比べると、ライムの酸味がなくなってしまって、まあ、その分シロップの甘みが足されるという感じになってますね。で、まあ、その、クランベリージュースも使うんですが、すいません、そういえば言ってなかったですね。ウォッカベースで、はい、ロングカクテルなんですが、ケープコッターのレシピ分かってる方にはあれかもしれませんが、ウォッカベースでクランベリージュース。そして、シロップ。で、炭酸で満たすという感じになってます。で、そのクランベリージュース自体がその酸味があるので、酸味を和らげるという意味でも、シロップを使うっていうのは、まあ、良いかなと。ケープコッターの時は、クランベリージュースの酸味、プラスライムの酸味。まあ、それはそれでとても美味しいんですけど、まあ、酸味と酸味で、まあ、さっぱりはしてますし、美味しいのは美味しいんですが、あまりにも、こう、酸味が強いよりは少し甘みがあった方がいい。という方でしたら、ケープコットクーラー、こちらの今からお作りするカクテルですね。まあ、とてもおすすめできます。まあ、どちらも美味しいと私は思いますね。はい。まあ、気分ですね。気分で、こう、ケープコッターか、ケープコットクーラーか、っていう感じで、はい。飲むのもいいと思いますね。はい、私は。はい。まあ、さておき、はい。ベースのウォッカと、シェイクするので、グラスを氷で冷やしたいと思います。で、ウォッカベース、本日も、スカイウォッカですね。スカイウォッカを使いたいと思います。そしてシェイクするので、本日も丸氷を使います。霜がすごいですね。で、グラスを、ステアして、冷やしていきます。で、まあ、ある程度冷えたと思ったら放置していきます。で、シェイクするのでシェイカーを出します。で、ベースのウォッカ、はい、ウォッカから入れていきます。で、ウォッカが、60ミリですね。そして次、クランベリージュースです。
で、クランベリージュースも、60ミリ。お、すみません。入れました。そして次、シロップですね。で、ガムシロを入れます。で、ガムシロが多めですね。10ミリ。10ミリ、シロップは入れました。お、で、ここで、グラスを冷やしていた氷をグラスに入れます。で、この、溶けてしまった水分は捨てておきます。で、シェイクします。そして炭酸で満たします。炭酸がちょっとあれですね。炭酸を入れるスペースがされました。こちらで完成ですね。ケープコットクーラーでした。はい。こちらもそのケープコッターと比べても、まあ、どちらもですけど、とても美味しい。で、飲みやすい。で、まあ、アルコールはその、ライムジュースを入れない分、ちょっとウォッカ自体はケープコッターよりは量は多めに入っています。はい。まあですが、まあまあ、まあロングカクテルにしてはまあ、そんなに、まあ中くらいですかね。でも、はい。まあそんなにすごい弱いわけでもないですし、すごい強いわけでもないという感じですね。はい。本日の、ケープコットクーラー、動画の最後に、カクテルレシピを載せたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。